剣磨されたタイガーズアイタイガーズアイは剣磨できらめく金褐色の細かい縞模様が虎の目の光彩を思わせるパワーストーンとしても人気の半奇跡である。和名で虎目石、虎岩石とも呼ばれる。主な原産国は南アフリカ共和国、ナミビア、オーストラリア。石英化途中のアスベストタイガーズアイはリーベック繊維史の繊維状鉱石であるクロシドライトに 石英が染み込んで硬化した、計算円鉱物である。主成分は、石英で、モースコード7.0、比重2.7、ガラス光沢の性質を持つ。石英化したクロシドライトの繊維組織が、幾重も平行に走っているため、タイガーズアイは研磨することにより、光の反射に差が生じ、独特な光の筋が生み出される。 クロシドライトには発岩性グループ1の危険度が指摘されているが、タイガーズアイに含まれるものは極度に風化するか、もしくは完全に赤鋭化していない個体などでない限り、そのままの状態では飛散しない。社団法人日本ジュエリー協会技術部会は、わざわざ微粉砕しなければ心配ありません。しかし、原石取扱業や研磨業の方は、今後も注意を払うことが必要としている。 タイガーズアイは古くからある猫名詞の歴史を継ぎうる石として近年になって産出されるようになった石であり古代からの伝承話が別段あるわけではない歴史がまだ浅い功績であるため単にパワーストーンとしての効果を列挙するものが大半であるパワーストーンとしての石言葉は洞察力富高潔、独立知識 タイガーズアイは鉄分を含む岩石の隙間で形成されるため、クロシドライトと結びついた鉄分の酸化度合いよって色が決まる。鉄分の錆びた色が黄金色から茶褐色の縞模様となって現れ、これらがタイガーズアイの一般的な色である。ほとんど酸化せずに、クロシドライト本来の灰青色を保持したものはホークスアイと呼ばれる。稀に両者の中間にあたる緑色も存在し、 こちらには、ウルフアイという別名がついている。青色や黄色っぽい褐色、または緑色が混ざっているものは、ゼブラアイと呼ばれ、日本では、コントラメイシという名がある。人工的な熱処理によって赤色になったものは、レッドタイガーズアイと呼ばれる。また、熱処理したタイガーズアイを塩酸に浸すと単行色になり、猫目イシそっくりになる。この方法で作られた石は、 ブリーチタイガーズアイと呼ばれ、そこからさらに染料で人工着色したものはダイドタイガーズ愛として流通している。ありがとうございます。